いいですね。バンダリ。
都内では中心に頭角化を表し、2000年には総理大臣に就任しました。しかし世の中の民意となり天皇中心としての神の国なのだと、日本を神の国と言ってみたり、そのまま関心がないと言って寝てしまってくれればそれでいいんですけど、衆院選挙の応援演説で無党派層は投票せずに寝てしまえばいいと発言するなど失言が相次ぎ、1年余りで退陣しました。しかし退陣後も自らの派閥森派をまとめ、小泉氏、安倍氏、福田氏の3人の総理大臣を退陣する政界の党としての存在感を揺るぎないものにしたのです。新しい建設計画の責任者となった遠藤オリンピック担当大臣が今朝松田都知事を訪問、一連の経緯について謝罪し、改めて東京都の協力を要請しました。ようやく始動した新体制、この人が今後どのように関わっていくのかも注目されています。78歳、ですからオリンピックのことも心配だけど、オリンピックまでに僕の体が持つことだと。はい、森元総理がですね、今日会見を行いました。で、改めてですね、なぜ森元総理が影響力が大きいのかについておっしゃっていました。まずやはり元総理ということが幅広いということですね。さらにいわゆる数での森派でいきますと、森さんの後に小泉さんや皆さん、安倍総理などですね、3人いや後輩ですよ、さらに日本スポーツ界にですね、意見が大きいということもありまして、影響力が大きい森元総理なんです。そして今日の会見では新しい国立競技場問題について大変迷惑していると、作るのはオリンピック組織委員会ではなく国なんだと、なぜかは自分のせいになっているような感じがあるけれども自分のせいじゃないんだぞと、そういうようなことを会見でお話になりました。そしてその新しい体制が発足しました。